どうもーどうも、よろしくお願いします。タイムマシンさんごと申します。どうも、よろしくお願いします。今度ね、引っ越しをしようかと思ってるんだけれどもね。引っ越しね。なかなか、引っ越し業者さんにお世話になること多いじゃない。あまあ、確かにね。意外とこう、絡み方って難しいなと思ってね。はい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 。うん、やりましょうあ、やっていただけますか任せてください。じゃあ、遅れてくる引っ越し業者さんやって。わかりました。うん。 いやあ、2時間も経ってんじゃないか、もう、おっせえな、ちょっと近いな、距離が。もうちょっと、こう、家の外っていう感じの距離,距離感で。うん、俺の鼻ピンポンみたいになっちゃうから。すいません。ここいや、すいませんじゃないですよ。はい、ああ、おっせえな、引っ越し業者。もう2時間も遅刻してんじゃないか、何やってんだよ、もう。ピンポン。ピンポン。やっと来たよ、ガチャ。 すいません何やってたのもちょっと2時間も遅れてる2時間もすいません遅くなりましたあの実はですねこの部屋と隣の部屋を間違えちゃいましていや隣の部屋間違えた、はい、いやだからって2時間かかんないでしょすぐ隣でしょああ違うんですあの間違えて隣の部屋の荷物を新居に運んじゃったバカじゃねえの勝手に何やってんのということで今回あの2回引っ越したので料金の方が2倍になりましたいやお前のせいだからねは いや、向こうを引っ越して、俺引っ越して、なんで2回も取られちゃうのよ、これ。もう、それもルールなんで申し訳ございません。隣、鍵かかってなくて、ヨハ入れたね。あ、そこは、あの、得意のピッキングでやります。犯罪だよ。はい。ピッキングやっちゃってんのあ、僕、近所から、あの、ピッキングパパなんて呼ばれてるんですよ。や、クッキングパパみたいに言わないで。得意なんですよ。いや、犯罪者だからね、あんたは。あ、申し遅れました。今回、一生懸命運びます。ニート引っ越しセンターです。名前大丈夫はい。アートじゃなくてあ、違います。安心と信頼のニート引っ越センターです。いや、不安でしかないよ。 なんだ生け物マークのニート必須いや全部変えた方がいいアリサンマークとか必死で働いてるイメージだけどあ,あそんなには頑張らない生、ね、<laughs> け物マークのニートはい生、はい、け物マークのニート必須や,やらないじゃんお前なんかもうお任せください我が社はですねお客様の心と幸せと安心を運びます荷物運べよいいんだよそれ内側のなんかあったかいもの運ばなくてもよいわ大で,できんのちゃんとできんの できますよほんともう僕は言ったらですね、うん、引っ越しといえば僕ですよあ本当楽しいねそれはもう,まあもう引っ越しのために生まれてきたと言っても過言じゃないかもしれないそれ任せちゃうよじゃあもう社内ではみんな僕のことをお荷物、うん、嫌われてんじゃねえかよ <laughs> めめちちゃゃお荷物ってて言われのしだけにもう略して「王」って言われて嫌われてるかどうかもよく分かんないけどねちなみに奥さんのポイントカードって今回作りますかあポイントカードせっかくだから作ろうかな分かりました有効期限が1年間でして1回引っ越しますと1ポイント貯まりますなるほどそしてなんと100ポイント貯まる貯まるわけねえだろサーカス団じゃねえんだから俺遊牧民じゃねえんだからよああすいませんうん あのすみません、あんまり大きい声出して、周りに怒られない、いやいや、そうなんだ、いや、お前がそうさせたんじゃん申し訳ございません、出るからいいんだけど、別にさ、しかもですね、お客様、今、キャンペーン中でございまして、キャンペーン中、はい、なんと一回引っ越しますと、その後すぐもう一回引っ越す、なんて出なきゃいけないんだ、すぐ、ンペーンいや、一回引っ越した後しばらくいたいじゃん、あそうですか、そんなキャンペーン、バイバイキャンペーンいらないから、申し訳ございません、ちなみにあのお客様、今回、なんで引っ越しをしようと思ったんですか、二年に一回、更新料回渡すんですか。 そう2年に1回香辛料そのウコンとかターメリックとかガラムマサラとかうん、うん、でその香辛料だと思ったんだよなん、はい、で2年に1回大家さんにカレー作らせなきゃいけないの<客>じゃあ香辛料って香辛するの更新じゃないあっお金ってことですかなんでスパイスを贈るの大家さんに申し訳ございませんさっさところら段ボールも積んじゃってくださいよ<あ>お願いしますこれ積んで,大丈夫ですかそう洋服ですからそのり、はい、かりました相当いっぱいありますからねこれねこれ頑張って積まないとこれ終わんないですよ今日中に 結構な数ありますからね、なんて縦に積むんですか、はい、じゃあトラックに積んでって話でしょ、あそういうことなんですね、いや、倉庫版やってんじゃないんだからさ、申し訳ございま,訳いません、申し訳ございません、申し訳ございません、ちゃんと、何でしたっけ、会社名、会社名ですか、ナマケモノマークの引っ越しセンターです。<laughs> いやいららなニニーートトででしたっっけの帰てくんねからもう 面倒くさかったらドライブインで荷物置いて帰ります。いや困るんですよそういうことやると。荷物引っ越しセンターです。めちゃめちゃ嫌なんですけど。任せてください。頼みますよもう本当に。申し訳ございません。じゃあもうとにかくえっと割れ物とか割れ物じゃないのとかいろいろありますから。あそうですか。じゃあちょっと荷物の確認だけしちゃいますね。確認お願いしますね。ちなみにこちら。ああそれ割れ物。これ割れ物。食器入ってますから。うん丁寧丁寧にお願いしますよ。はいはいはい。これはあそれ服なんで割れ物じゃないですね。大丈夫。割れ物じゃないはい。これあガラス用品危ない割れ物。割れ物割れ物。うんうんうん。 これ、割れ物じゃないね、雑すぎるんだよ、割れ物じゃないなの、これ、何いや、もう雑に扱ってもいいというか、樽を後ろに投げる部族じゃないんだからさ、そういう話、ちょっと、いいだろ、いいだろ、瞬時になんとなく出てきた例え、あるだろ、樽を後ろに投げて、この高さ競うやつ、あやってましたね、あれじゃないんだからってことだよ、TBS で、TBS かどうか分かんないから、TBS でやってましたね、あれじゃないんだからってことだよ、あすません。 そのがたんだよ。申し訳ございませんあの時間ないんですけどこっちのセリフだよ時間ないのお前が変なことするからなのああそうなんですねそうちょっとじゃあ2人で協力してやるかあそうしましょう一緒に一応俺も手伝うよじゃ分担しやっちゃいましょうか分担やろ分担じゃあすいませんじゃあ僕このリモコン持つんでテレビお願いしますテレビ OK 分かったで僕このクッション持ちますんでそのソファー動かしてソファな俺やるなで僕らこの枕持つんでそのベッド持ってしまう負担でかくでか俺はいはい全部でかい家財道具俺じゃん。 ああそうですね。二人で協力して運ぶ。寝具<あ>とかは協力した方がいいから、絶対。よいしょ、しょう。ん。しょよいしょ、よいしょ。これ何これ。これ枕です。すぐ運べるだろう。う一人で運、なんで枕を一生懸命、こう、二人で運んじゃうんだよ。もう、これだけ入ってると重たいですね。<laughs> そんな、上質な枕じゃねえよ、うちの枕。あ,あ、すいません。すいませんね。ちゃんとしてくれるもはい。もう、はい、もうじゃあ、二人じゃなっちゃかないから、他の人呼んで、他の人も。人数多い方がいいから。 すいませんあのああカニさんマークの引っ越しセンターですか、うん、あ引っ越しお願いしますいや他の業者に頼むないい加減にしろどうもありがとうございました